交通事故ゼロ風鈴作戦と名付けられたイベントには警視庁麻布署管内の保育園児らが参加し、交通安全の祈りを書いた短冊を笹に飾ったほか、飲酒運転根絶と書かれた風鈴が配られるなどしました。警視庁によりますと、都内では今年に入ってから小学生3人と幼児1人の合わせて4人が死亡しています。警視庁は子どもたちに横断歩道の安全な渡り方を指導するなどして死亡事故ゼロを目指すとしています。